皆さんこんにちは。1920年、5月の、今日は10日ですね。5月の10日です。ちょっと今日はかなり長い距離をですね歩いてちょっと疲れました。またお昼ももう12時過ぎて1時、2時ぐらいなんですけどね、あんまお腹が空いてないんで、食事も してないんですね。それで、お天気もちょっと薄曇りで、今朝は雨が降ってた感じでしてね、まだ気圧があんまりいい気圧配置じゃないんですよね。なんかこういう時っていうのは私は天気屋、お天気屋さんなんですかね。カラッとしてるととっても気持ちよくお話ししたりできるんですけど、ちょっとなんか、疲れてだるい感じなんですよね。コロナに感染したのかなとかね、思っちゃったりさせられますけど、そんなことはないんでしょうね、と思いますが、ところでコロナはいずれにしてもですね、ちょっとお話ししてみたいと思います。そう、ここは石の倉美容スタジオ、栃木県那須烏山市っていうところにあるんですけれども、実は栃木県っていうと有名なところが日光市ですね。日光の東照宮とか向こうに行かれた方たくさんいらっしゃると思います。お土産で買ってきた日光から買ってきたお土産はちょっとね、大したものじゃない、小さなおもちゃみたいな、見舞い聞く舞い話す舞いっていう三猿の彫刻があるんですけど、彫刻じゃないですね、プラスチックかなんかできたものなんですね。で、見舞い聞く舞い話す舞い、これは多分その江戸時代、徳川家康、徳川時代に見舞い聞く舞い話す舞いっていうものがなんかあったんでしょうね。その、情報見るとか聞くとか話すとかですね、そういうものをできるだけ抑えて、日本を統一する一つの、国にして、徳川ファミリーが、国を統治すると思うようにこう動かすというんですかね、反乱が起きたりしないようにとか、そういうことだと思います。それでその見舞い聞く舞い話す舞いなんですけど、どうも今回のこのコロナの感染騒ぎというか COVID-19 というですねものが、見舞い聞く舞い話す舞い、これが全く逆ですよね。全くその時代とは離れています。日本はまだ見舞い聞く舞い話す舞いが少し大切にされている部分があると思いますね。今の総理大臣安倍さんも見舞い聞く舞い話す舞いを大事にして、天下を取ろうという続けていこうという感じなんでしょうかね、徳川ファミリーみたいに。でも世界中がですね、徳川は、アメリカによってその通商を始めようとしてですね、ペリーに、太平洋からというか日本にですね、大砲を向けて、通商を迫られたという歴史があるわけですね。そこから日本が統一され、そして開国をしていったということになるわけですね。その開国にあたっては内乱というのかね、内乱ですかね、起きてきたわけですよね。尊王攘夷派とかね、幕府派とかね、そういうことが来たんですけど、無血クーデターみたいなもんでしょうけど、今日本もちょうどその明治維新に近いような、その明治以来ずっと、さっき維新なんていう党があるようですね、維新という党がありますけど、もう開国されていない、十分に自由とかそういったものが
保障されてないというか、自由を履き違えているというか、自由民主党って、自由民主党そのものがなんかどっかまだ、自由民主党になってないところがたくさん感じますよね。そういうものこと、まあ、それは自由民主党に限らずなんでしょうけど、開国、日本は今世界中から開国を迫られているような状態になってきつつあるような気がしますね。なんかすごく遅れてますよね。いろいろこの感染対策やいろんなことの仕事が遅れているのは、まあ、この新しい情報化社会、に向かった文明が訪れてですね、世界各国がその文明に乗っかっていこうとする勢い、それからこれまでの、まあ、準備ももう十分できてるけど、日本はちょっと遅れてるんではないかというようなところがすごく感じますよね。韓国なんかは素晴らしかったようですし、台湾もすごく早く処理していってっていうようなことがテレビでは言われてますね。それで、まあ、教育も含めていろいろなものが、その、見前聞く前話す前ではなくて、よく見て聞いて話してコミュニケーションですね。そういったことで、自由の国、日本一つの国にしていこう、そして世界とも手を結んで、よく目を開いて、中国、日本、韓国、北朝鮮、やロシア、いろんな国に目を向けて、そしてよく交流して、話をして、聞いて、よく聞いて、そういう技術をどんどん深めなくちゃいけないんだと思いますね。そして新しい、文明に向かって世界の平和がやってくるんだと思います。まあ、一部の人のお金儲けになるとか、いろんな問題というか、いろんなことがあるとは思いますが、どうも潮流というのがあって、戦争をもうしない、できるだけしないで、一つの、世界が一つになるような潮流を今、動かしていて、ここで金儲けをしようというような、ことで動いてるのは、もちろん裏側にあるとして、もうすごく、そういう文明の潮流に遅れないようにしないといけないんでしょうね。それで今、見前聞く前話す前というね、そのテーマで話してますけど、栃木県というのは、そのね、そういう意味ですごく見前聞く前話す前、これは重要な栃木県なんですね。でも私はそれに逆らっているところがあるのかもしれませんが、よく見て、よく聞いて、よく話してという考え方で、これまで来て英会話学校を作ったり、ジャズですね、の演奏でみんなとよく、まあ、世界も回りましたけど、そういう考え方で動いたので、ちょっと、日本人としてはちょっと違和感、あるいは、異質になってしまうのかもしれませんね。まあ、アメリカ人なんかとも随分いろんな人と交流してたり、仕事でお願いしたりしてですね、何百人何千人かとこう仕事を、まあ、社長としてもいたので、そういうことをやってきてですね、それでも変な日本人、そうですね、日本人としては変だというかね、日本人としては変だという意味なんですけど、変な日本社長、変で変変変変わってるよねみたいなとかね、そういうことを言われたこともありましたけど、私は決して変人ではないと思います。奇人変人ではなくて、ただ時代の流れを、こう潮流をね、早読みして、さっさと物事をこうやってしまうということですね。今も田舎、まあ田舎ですね、これ山です、こういう田舎に、ジャズのスタジオを作ってですね、アメリカからも随分ニューヨークとかプレイヤーをたくさん呼んだし、東京からも呼んだり、あらジャズ教室を開いたりしているわけです。まあ、おそらくこの、
コロナをちょうどコロナを利用してというのか、もともとコロナを進行だとか言ってね、こういうことを企画してやったのかとかっていろいろあるけど、まあ、自然に発生したものだとして、このコロナを問題をよく利用してうまくビジネスに、していこうという文明を切り替えてしていこうということも大いにあるんだと思いますね。アメリカのトランプ大統領なんか特にもう、この機会に、また大統領を継続して、アメリカを設けていこうというかね、いうようなことを企んでいると思いますし、それぞれの国がそうだと思いますね。まあ、親分の国と子分の国みたいのがあるので、どんなか分かりませんが、まあ、あの人類が平和で幸せな方向に向かっていくのだといいのと思います。まあ、自然の豊かな、ここすごい豊か、自然豊かですが、自然も脅威になるわけですよね。私はこの73歳です。小さなうちには川で溺れたり遊んだり、して、あるいは堤防が決壊して川に子供が流されたとかもあったし、台風や雷が落ちたとかいろいろありますね。そういういろんなものとの、人間と人類と自然との、共生というよりも戦いが半分あって、人間の都合のいいようにやってきた結果、また大きな問題ですね。その、温暖化とか、ガスの問題とかですね、そういうのもと起きてるわけです。でまた今度は地震、まあ、本当は明日あたり大地震が来るなんていうことを言って、いますかね。エコノミストという本雑誌が書かれたので、なんか随分みんなが騒いでるんですね。明日が地震の大地震というか、仕掛けられた地震というか、読まれた地震というか、そういうようなことで来るよって言ってますけどね。まあ来ても来なくてもどうしようもないんですけど、まあできるだけ こんなコロナの時ですからね、悪く考えればすぐ早くなるんですけど、今は決してその病気の人とかもちろん別としていろんなことがありますけど、今は普通に私は幸せに、比較的幸せに、過ごしています。いや、借金地獄もちょっとあるので、その借金もそれから自然災害も、そうですけど、いろんなものがそうです。いろいろやろうとするとすごく不安がありますがね、めでたくもいつもどっか、なんとかなるだろうの考えでこうやってやってきて、泳げないのに川に飛び込むっていう人生が3歳の頃に始まったので、それから全て飛び込んで体験して覚えていくっていう人生を踏んできました。ということで、見舞い聞く前話す前からちょっとそれたんですけど、ここの栃木県那須烏山市石の倉から見舞い聞く前話せばいいじゃないで、聞いてみて話をしましょうというコミュニケーション、こういったあのことが特に遅れのある日本にとっては必要だというふうにすごく強く考えております。教育もそちらの方に向かわなければいけない時だと思いますね。政府はまだ全然なんか鈍感にあのしていてですね、政治の後ろ側の党の攻略とか、そんな何ですかね、まあ私腹を肥やしたりとか、権限を使って、どうのこうのとか、忖度とか、まあめっちゃくちゃ全然外を向いてないんでしょうね。まあということで失礼しました。余計なこと言ってしまいましたが、また、これから地球はそれでも続いていくと思います。また太陽も今日は高光度じゃないですけど、ぼやっと照らしてます。太陽が昼間、夜は月が見えたり見えなかったりということですね。前にも言いました、太陽は常に動いています。太陽を中心にみんな動いてます。私の心臓も動いております。動いてる間は地球が生きてます。私の心臓が止まった時、地球は滅んだと同じような結果になりますっていうか、私が滅んでるということですけども、はい、自己中心の土屋正雄と申します。全く失礼いたしました。ありがとうございました。見よう聞こう話そうでした。